いろんな動物の目をよく見るととんでもない形の瞳孔を見ることがあります。でもなぜでしょう。瞳孔の形はその動物が生態系の中でどのような役割があるかを示す強力な指標です。瞳孔は虹彩という色素を持つ目の筋肉の帯の中にあるくぼんだ穴です。瞳孔は光を目に取り込む小さな窓で、取り込まれた光は網膜にぶつかって光受容細胞を活性化させ、一連の視覚の工程を始動させます。瞳孔が黒いのは入った光のほとんどが吸収されるためです。瞳孔の大きさは明るさや特定の薬、感情や精神状態に応じて変化しますが、瞳孔の形は種によって大きく異なります。例えば飼い猫は垂直に長い瞳孔を持つ夕暮れの狩人です。暗闇では猫の瞳孔は大きく広がり、できるだけ光を取り込もうとします。明るい時には瞳孔はスリット状に縮みます。実際猫の瞳孔は伸縮性に富み、最大時の瞳孔の面積は最小時の135倍にもなります。一方私たちの瞳孔の伸縮はたった15倍です。スリット状の瞳孔で光を取り込むため、鮮明な縦長の輪郭が得られます。猫の脳は左右の目からの映像を処理するとき、そのわずかではっきりとした違いによって獲物との正確な距離をつかみます。実際その他多くの待ち伏せ型ハンターも縦長の瞳孔ですが、目の位置は大抵地面に近いところにあります。なぜならこれらの動物がよく狙う近い距離の獲物を見つけるのに、この瞳孔が特に役立つからでしょう。ヤギのように草を食べ回る動物に多い横長の瞳孔を通して見る世界はかなり違ったものになります。頭の両側にあるこの瞳孔によって横長の光を取り込み、ヤギに360度近い視野を与えて鮮明な横長の画像が得られます。これによってヤギは地平線の異変に気づけます。潜む捕食者に警戒しつつ、同時に前方を見て障害物を検知しながら逃げることができるのです。実際ヤギは頭を上下するときに眼窩の中で眼球を回して瞳孔を常に地平線に合わせます。一方で夜行性のヤモリは明るいところでは瞳孔が縮み、たくさんの小さな穴のあるスリット状になります。小さな穴はそれぞれ別の鮮明な画像をヤモリの網膜に映します。科学者はこれらの異なる入力画像を比較することで、ヤモリは動かなくても距離を測れると考えています。また騙されたかもしれませんが、カマキリなどの昆虫や甲殻類は偽瞳孔を持っています。偽瞳孔は目の構造ではありません。それは見ている人の視覚的な錯覚です。カマキリは数千の光受容器で構成される複眼を持っています。その中であなたの方を向いている部分が黒く見えるのは、入ってくる光のほとんどの波長を吸収するからで、実際に目が開いているわけではありません。それではなぜ私たちの瞳孔は丸いのでしょうか。細長い瞳孔は動物の視覚において特定の距離を鮮明にします。しかし科学者は私たちのように瞳孔が丸い動物にとってこれは優先度が低いと考えます。私たちはある光景の一部に極端に焦点を当ててみるのではなく、より広い視野で相対的に詳しく見ています。これによりさらに全体的な観察が可能となるのです。これは食べ物を探す採食者や目測で獲物を追う狩猟者、他者の顔を識別する社会的な動物に特に有用です。様々な瞳孔を見るとパターンが浮かび上がってきます。それでも例外はあります。例えばマヌルネコやマングースは小型の待ち伏せ型捕食者ですが、マヌルネコの瞳孔は丸く、マングースの瞳孔はヤギに似ています。私たちはいくつかの瞳孔の形を探ったに過ぎません。三日月型やハート型の瞳孔を持つ動物もいます。コウイカの瞳孔はおそらく最も奇妙です。暗闇では丸く、明るいところでは W の形をしています。どうなっているのでしょうか。知りたいですよね。テッドエドは多くの言語で人々に高品質の教育コンテンツを無料で提供しています。パトレオンへの寄付でこの非営利活動をぜひ支援してください。チャンネル登録もお願いします。